江戸時代に名古屋祭と称していた東照宮祭名古屋祭りは毎年10月上旬の土日曜日に愛知県名古屋市内で開催される祭り。例年200万人以上の人手で賑わう。1955年に名古屋商工祭りとして第1回が開催された。当時としては全国では珍しい商業祭であった。 当初から名古屋市電を利用した花電車が運行され、1973年の全線廃止まで続いた。また、1966年の第12回には花バスが初めて登場し、2005年まで運行されていた。1988年と2020年は中止。祭り最大の見せ場である郷土英傑行列では、 それぞれ愛知県出身者の織田信長、豊臣秀吉、徳川家康らに噴した名士らが名古屋駅から名古屋城までパレードを行う。三英傑は一般より公募され、このうち信長については馬にまたがることができるものが条件となっている。また三英傑に随伴する三姫は名古屋市内の各デパート以降は三越、JR 名古屋高島屋、 松坂屋の女子店員から選出されることになっている。三英傑を経験した者の集まりである英傑会も組織されている。なお、戦前まで行われていた徳川家康を祀る名古屋東照宮の例祭も一般に名古屋祭と呼ばれており、現在の名古屋祭りで行われるなし揃いはその流れを組んだものである。SKE48 がデビューした2009年頃からは、 これらに加えて、名古屋をはじめとした多数のローカルアイドルがライブを行っている。祭り最終日の日曜日は、名古屋城など名古屋市が管理している有料施設が無料開放される。ありがとうございます。